インボーラジオ、はい、こんばんは、おはようございます、こんにちは。ミッドナイトレインボーラジオ、今夜も始まりました。皆様こんばんは。あ、こんばんは。今日は誰なんですか。椎名林檎さん。りんごちゃん、りんごちゃんっていうこと、熟したりんごちゃん、はい、一郎さん曰くもう30代のりんごさん、もう熟したりんごだよね。あれちょっとさっき見たんですね、二、はい、人、はい、くどいてたよね。くどいてますね。一郎のバットは向かってましたね、あれね。本当にもう椎名林檎さんも一郎さんのことが好きなんですよね。ああ、なんか本当に憧れてるらしいね。男子人気率高い、女性にも人気あるしね、うん、はい、今回第3回目は、はい、誰か歌姫でくくりで誰か女性一人選ぼうかなと思ってるんですけど、うんうん、日経エンターテインメントが選んだ最強の歌姫世代別に見た人気者はっていう特集で、うん、これりんごちゃん入ってないんですよね、はい、これね、なんか30人ぐらいセレクトされてて、これ1位柴咲コウって、これちょっと嘘くさいですよね。歌姫って何。いや、あのやっぱ容姿端麗で歌がうまい、あ、まあ魅力的な歌声と歌唱力っていう。歌姫歌姫じゃないですか。ごめんなさい、一般論で。ほんまに歌姫やな、うん、そっか、彩色権利か。うん、椎名林檎ちゃんも可愛いしな、うん、柴咲コウ本物とか見たらどれくらい可愛いんやろな。あ、でもなんかミュージックステーションかなんかで、うん、柴咲コウと福山雅治、はいはい、さんが絡んで、柴咲コウさんは福山雅治さんかなりこういい感じやったけど、うん、なんか福山さんは別にそんな感じなんだけど、でなんかラジオ、うん、黒猫大和が配達してる時に、うん、福山さんのラジオを聞いてたら、うん、むしろあの人なんかもう結構超越しちゃってるタイプなのかな。あ、女性の、そう、もうだから女性の人とか来てもそんななんか、例えば普通の人というか、まあ僕らとかしたらすごい可愛いって言ったら、うん、心踊っちゃうじゃないですか、はいはいはい、心踊るとかそういうのは単純にもないんかな。じゃあ単純に性欲としてしか見てなくて、仕事はでも仕事において性欲を見せなきゃいけない、だから風俗だけで成り立つというか。そうか、じゃあ全然風俗とか行ってもプレイのみを楽しんでるんですよね彼。あの俺の友達で、うん、すごい風俗です、うん、毎回俺今回はどこが良かったのか、良かった理由が毎回トークが良かったっていう。どこじゃあ別にいいやん、そこ行かんでも。俺多分風俗行くようになったらその人と絶対一緒やわ。今それ聞いてすごい思った。もし僕が、あ、ベクト、うん、もし僕が風俗行くようになったら、うん、俺もほんま風俗だけで、それでトーク喋って、はい、で、あの抜いてもらって、もうこんな一番いい場所でなんてんの、世界で。あ、じゃあ、会話が一番でいいな、一回その、30代になる前に風俗行かんかったら、ちょっと逆に恥ずかしいかな。はい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 。あの、おっぱいパブ。あ、ほうほうほう。おっぱいパブ行ってんやん。はいはいはい。もう信じられへん、こんな経験信じられへんみたいな。だからもうほんま30代になる前でよかったみたいな。
30になる前に行ったんや。30になる前に。どういう携帯のとこですかそれ。なんかやっぱ結構運良くて、その、うんうんうん、その時のあのサンホールでブッキングやってた清志くんっていう、もう全然年下やねんけど、なんかこの子に聞いたら、間違いないわっていう子に、ちょっと俺30代になる、まだ付属行ったことないからとか言ったら、うん、私、僕に任せといてください、フルコースで連れて行きますみたいなんで、その1軒目がこう、ハイパーアップで、うん、で、もう並んでる間、結構満員やったから、はいはい、地下1階に並ぶ階段にこう体育座りで座ってるんよ階段、はあ、でその階段座ってたらちょうどその階段があの鏡張りで体育座りしておっぱいパフォーマンスしてる自分の、はい、あのが映ってるわけですで先にドリンクとか運んできてくれて、はいはいはい、7500円で45分かな、はあ、で何分か待った後10分交代で、はいはい、あんなの体がやってきて、はいはい、でまあこの膝の上に乗ってこう上だけは脱いであおっぱいパフェがで音楽バーかかったらもうちょっと信じられないキスの嵐みたいな感じになって、へえ、まあ、結構あのもうそのこと言いたいんですか。で5分経ったらあの終わって違う方が来てでも俺も最初とかもこう、まあ、何が楽しかったかっていうと、まあ、行為自体ももちろん楽しいけど、うん、会話あー喋る時間もあるんだ。いやだからこう音楽かかってこっちをしながらあのその何やろう聞いてくるから何してんのって言ったから、はいはい、何してるより寝るとか言ったらいやちょっと分からへんとか言って、はいはいはい、なんかあんまりあの結構珍しいお兄ちゃんみたいな人がみたいな、はい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 、なんかそんなに俺エロいはずやのにそんなにエロいくないねん実は。いやエロいねん分からへん。エロいでしょもうでも人によってあこの子はちょっと変えなんか向かいにその教師さん座っててんけど、はいはい、一人もう何人も来るからさ、45分で何人も来るからさ、あ全員何人も来るんや。だから5分で交代するから多分5人か6人で相手にした。へえ。でもちょっとこの今回休憩させてってこっちが思う時もあるやん、うん、でもその女の子がちょっとこうなんか知らんけどあのキスはしてんけど上乗ってるから、はい、音楽がかかってて、はい、なんかその下は踊ってんの下は、うんはいはいはいさっきバウンドはいはい、はい、バウンドするんだバウンドするでも体がそんなふつねえから迎えにおったその教師ちゃんがなんか一人めちゃめちゃもうわーのりになってでも体は離れててみたいなずーっとそのおっぱいパブからめっちゃくるつくわけよ。はいはいはいぐるぐるしてるわけ。はいはいはいこいつだけはすごいそうってたったすごいバウンドしてましたねみたいな。はいはいはい、言われていやまあその時ちょっと休憩やったけど逆に向こうが乗り気になってたこんな話してんのまだ結構古いねちょっと何だろうせーのですねで、そのフルコースでとかだから2軒目はそれ終わって2軒目は行ったんすか。ホテル行ったけど、はい、ホテルも俺はもう満足やわって。はい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 。そのでも彼は多分それで分かりました言うてくれたけど本人は多分行きたかったんだな。行ってるよその後一人でいやでも俺それが今思うと悪かったなと思うのと